いいよ、来なくて。そこに、そこにいればいいよ。近くにいるかね。閉まるよ。いろんなもんがあるんだよ。いろんなもんがあるから。ご飯でしょ。コーヒー。コーヒーも。あげるから。うん、くせえな、お前。変な夢だもんな。ちょっと待て待て。うん、くせえな、お前。うん。うん、くさいですね、あんた。あれ、違う、あれ、こっち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 。行かないと思って行っちゃったっていうのが事故だからね。鳩の祭り、これ助けられないからね。君は泳げないから多分死んじゃうもん。こっち。なんか生き物がいる。ここにあるし、生き物がここにある。危ないからこっちおいで。ただ終わっちゃうでしょ。死んだからね。この子で。ほら、ここ。よいしょ。いくら。いくら。いいんだよ、これなんかもう。よいしょ。落ちちゃう。落ちちゃう。いや、気に入っちゃうから。何？何くるくるなってん？いつこいつ？こっちだけね、どっちだか死んじゃうんだからね。でもダメだったんすよ。お水？水飲んだじゃん。飲める。なるほど。水飲んだぞ。コーヒーカップ忘れた。これこれこれでいいや。コーヒーカップ忘れちゃった。これでいいや。これで落ちないでよ。危ねえからダメ、こっちおいで。なんでどっか行っちゃうから。あら。ダメ、こっち来い。
なんか久しぶりにこうやってそっと遊びすると意味もなくね、こう いじっちゃうんでね、やることがないんだよね。で今日は電子機器がないから、まあ、いつもSNS ばっかりやってるっちゅうか見てるっちゅうかね、 YouTube 見たり Twitter やってみたり Facebook 見たりね、テレビを見るとかね、映画を見るとかっていうね、そういうことができないんでね、とにかく落ち着きがないんで、じっとしてらんないんだよね。だからじっとしてる時っていうのは多分ね、寝てる時とあと昼寝ね、夜の睡眠に6年で寝たいんだけど、昼寝ねのぐらいでね、あとはね、なんかしら目か手が動いてるんですよ。だからね、こうやってね、たまにね、この通信が途絶えたところに来るとね、アナログになれるかなと思ってね、いや、スマホだったら繋がるでしょ、うん、ここスマホは多分繋がると思うんだけど、僕スマホ持ってないんで、パカパカ携帯なんで、パカパカ携帯なんでね、で、i モードもね、i モードなんて今時言わないよね、やめとこも恥ずかしいから。で、山間部、群馬だ、埼玉だ、栃木あたりまでだったらね、大体の古い地図が頭の中入ってるんで、困んないんですよ。ただ時々新しい道行けるとね、ここの道何って感じになっちゃうけど、まあ大体ね、方向音痴じゃないから、方向、帰る方向、行く方向が分かってればね、大体ね、まあ、あとはね、置き場行く時はね、あんまり狭いところはね、突っ込まないようにしてるけどね、U ターンできないと困るからね。結構 U ターンの時に事故起こしちゃうんだよね、事故っていうかな、立ち僕ね。広いところで U ターンすればいいのに、どんどん行っちゃったら突き当たりみたいなところでね、で、勾配がついてたりとかね、あれで一汗かいちゃうんだよね。ちっちゃいんだったらね、持ち上げちゃうけど、大きいんだとそうはいかないから。でもっと相棒はどこにいるんだ、ここほんと落ちたら死んじゃうかねって言ってんだけど分かんないんだよね。おいハル、雨が来ちゃう、おいで。ちょっとやるじゃん、ふたが開いちゃった、これ触れねえだ、熱くて。ちゃうかな、ちょっと見てみるか、焦げちゃったかな、焦げちゃったみたいな気がするんだけど、ちょっとね、このガス MSR のストーブがね、なんかノズルが詰まってて、それを夢中でやってたら、あ、焦げちゃった、焦げちゃった。あ、まあでも食えるかな、失敗、ちょっと多かったんだね、燃料が焦げ焦げだ、失敗だ。
ちょっと燃料が多かったんだね。やっぱりね、ちゃんと集中してやらないとダメだね。なんかね、これを説明書にはね、説明書っていうか作り方には焦げたご飯とは書いてなかったんだけど、混ぜて食べると。このね、この缶詰はね、会津の会津番家かな、会津番家町ってだっけ、そこで作ったものなんですよね。うちのね、婿殿がよくお土産でもらってくるんですよ。婿殿がね、一人息子はね、婿殿なんですよ。婿に行っちゃったって。どうだろう、食べられないことねえね。じゃあいただきます。焦げちゃった。うん、うん、大丈夫大丈夫。うん、おかずが欲しい。やっぱり久しぶりストーブがダメだね。まとえてないんだよね。忘れちゃったらどうですけどね。儀式があって面白いんだけど、プレヒート失敗っていうかね、灯油はどうしてもね、黒煙出るよね。ね、お菓子を持ってこなかったっていうか、買ってこなかったから、お菓子もないんだよね。ちょっと寂しいランチだけど、まあね、シチュエーションもいいからね。まあ家で食べられるいいでしょうね。窓見たって隣の家の壁しか見えないからね。いろいろ久しく使うと、これもなんか目詰まりしちゃったみたいで出ないでしょ。で、さっきも言ったこのストーブのノズルもちょっと詰まってて出なくて、ね、そんなに広くなかったかな。すすが思ったより、はい、いただきましょう。癖かな。そんなことねえか。
ああ、甘いもん食いて。